です、今回もエネゴリ君お休みです。誰かここにエネゴリ君人形を提供してくれないでしょうか。エネゴリ君人形って売ってるのかな、そもそも、本当に欲しいぐらいですけども、今朝っていうか夜中、グヤトーンの発表を聞いてですね、飛び起きて動画を作りましたが、残念ながら、このグヤトーンの CBU1 ODU1 どちらともですね、生産が中止になってしまいました。もう本当に残念なんですけどね。もう、まあ、今朝それで慌てて作った動画にも載せましたが、まあ、知っておりました、そういう状況だということは。それはなんか経済的なとかそういうことではなくてですね、まあ契約的なことで、一回致し方ない終了っぽいんですけども、その前回の動画に、シングルコイルというかね、僕のソウルブラザーと呼んでいるテレキャスターの姿をしたフルアコがあるんですけどもそれでですね、今最近流行りのネオソウルのですね、まあ、元祖と言えます多分、デビッド・ティー・ウォーカーのフレーズなんか、まあ、あとはソウルギターな感じをね、ちょっと ODU1 はそういうの得意だよというような話を、入れました。で、まあ、この間鈴木健二さんから、ギタリストの鈴木健二さんから久しぶりにメールがありまして、これなんかネオソウルとか、あとはなんか僕も大好きなんですけども、尊敬してるんですが、いちかさんっていうね、タッピングしながらギター弾く人いるじゃないですか。そういうのやれたらかっこいいんじゃないかなみたいな話はしておりましたけども、ほんとね、いろんな可能性があるいいエフェクターだと思いますが、残念ながら制作が中止になってしまいました。そこでですね、動画を見た方からハムの音も聞いてみたいということで、リクエストをいただきまして、そういえばハムで弾いてないと思って慌てて作っておりますけども一応ね持ってるんですけど、なかなかね出番がないんでね、すぐ忘れちゃうんですよね。というわけで今日は、ハンバッカーで、ODU1 のサウンドチェックをしたいと思います。なぜね ODU1 が素晴らしいかというと、本当にねケンタウルスの時もそう思ったんですけども、なんていうの、名盤の音がするんだよね。ケンタウルスを最初パッて弾いた時はキースの音がすると思ったんだよねそれと同じようにこの ODU1 もですね、何かどっかで聞いたような音がするっていうのがあって、まあもちろんクリーンですごいロスサスティーンで音圧があって、何ソウルにはもうたまらない音色なんですけども、オーバードライブとしてというか、ハンバッカーだとね、やっぱり同じ設定だとちょっと歪むんですね。もちろん弦を下げれば同じような音も出ます、ソウルミュージックみたいな音も出ますけども、ハンバッカーの場合はですね、ロック寄りに弾いた方が、ロック寄りにっていうかロックな感じで弾いた方がかっこよさそうです。っていうか聞いたこと、ああ聞いたことある音だっていう感じな気がします。それをちょっとご紹介しましょうね。はい、というわけで、まずは皆さんご存知かな、時代によっては知らない人もいると思いますけども、設定はこんな感じです。はい、ピックアップを、センターにして、両方こう上げといてですね、このリフは完璧じゃないでしょうか。いかがでしょう。 YouTube に上がった状態ではどのぐらい似てるかわかんないけど、結構あっていう感じがします、僕はね。これはレッドゼッペリンのね、ホールロッタラブ。もう一曲やりましょうね。今度はリアピックアップにします。で、全部フルアップして、なんかやっぱ往年のなんかこういいアンプの音がするんだよね。設定を変えてもっとこれの方が似てるかもしれないっていうのをやってみますね。
この ODU1 を、手にした時に一番似てるかもしれないなと思ったのは実はこの人でした。ロベン・フォード。ちょっと弾いてみますね。センターにしましたね。それで、設定はこんな感じです。で、リバーブをかけました。ちょっと聞いてくださいね。そっくりじゃないですか。例えばね、このままで弾けるんですけど、なんかすごい似てんなっていう感じがします。というわけで、じゃあちょっとロベンフォードっぽいのがね、僕はあんまり得意じゃないんですけども、ちょっと軽くね、意識してブルースを一曲弾いてみて終わりたいと思います。というわけで、ハンバッカーで弾いてみました。いかがだったでしょうか。ロベン・フォードにはちょっと似てないと思いますけどね。とりあえずブルースは軽く弾いてみました。本当にね、素晴らしいエフェクターなんでですね、どっかで見つけた時にはぜひゲットしてみてくださいね。多分すごく楽しめるんじゃないかなと思います。それでは今日はこの辺で、参考になった方はいいねボタンを。お前いいじゃんっていう人はですね、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。